ベルナルトズビヌイは、ルブベク公、ヤボル公。レグニツァコーボレスはフニセ世ロガトカの三男。母は、アンハルトハクハインリヒ一世の娘ヘイトビヒ。ズビヌイは、陽気さを意味する衣装。ベルナルトの正確な少年は不明だが、1258年よりは、前だったと考えられる。その7年後の1263年、ベルナルトは父に連れられて、 ブローツワフに赴き、死教トマシュに、十分の一勢を納めているからである。ベルナルトは、父と二人の兄ヘンリク五世、ボルコ一世の政策を積極的に支援し、一族が勝利を得たストレツの戦いにも参加している。1278年に、父が死ぬと、長兄ヘンリク五世は二人の弟ボルコ一世と、ベルナルトに対し、ルブベクト、ヤボルを広告として与えて、 彼らがこの広告を共同統治するように図らった。しかし3年後の1281年、ボルコ一世が広告の分割を決め、ベルナルトはルブベクを分け与えられて単独の統治者となった。ベルナルトの生涯についてはよくわかっておらず、知られるのは中世の諸侯にありがちな自分に使える騎士を増やし、大勢を庇護したということくらいである。 公爵の衣装、ズビヌイは、存命中からつけられていた可能性が高い。ルブベクの人々は、ベルナルト公がシロンスクにおける西洋派ね騎士団の修道院を保護したことに、大いに感謝していた。ベルナルトは、同騎士修道会の熱心な支援者で、1281年には、キエプリツェ村などを寄進している。ベルナルトは1286年、未婚かつ子供のないまま没した。 遺体は、レグニツァのドミニコ海峡会に埋葬され、その医療は、ケーボルコ一世が相続した。ありがとうございます。